通かい。いつも通りです。参りまくってくる。楽しんで。行って参って参りまくってくる。参っちゃダメだ。参るな。私は変顔を進んでいます。進んでます。いいですか。いいんじゃない。いいよ。いいよ。進ましてこう。それでいい。いや、おい。おいよ。自分なりに頑張る。でも、ピーって言ったら助けて。ピーって何？ネバーランド。どうかネバーランド。あれやばかったよね。だからだめ。そうな気があるから。マジで笑っちゃうわ。マジやめが。出かけてきた。あれ。今日長いから MC に帰るから。ようやばい。勝手に Vlog になります。勝手に Vlog になります。今日はありがとうございました。こちらこそ。こちらこそです。新企画を楽しんでやっていきましょう。乾杯！乾杯！ようこそ岡山。ようこそ岡山。ようこそ。はい、ということですね。岡山県から移動してきまして、ワープしまして、本日、じゃじゃん。さて、こちらはどこでしょうか。ジャージーミルク工房にお邪魔しております。いらっしゃいません。あら、現地の方。どうも、ジャージーミルク工房の奥さんです。今考えてます。今考えてる。ヒルゼン高原ってとこのね、サービスエリアに寄ってるんですが、のどかすぎ、打ち上げどんな感じでしたか。はい、も平和に平和な打ち上げでしたか。熱い話を。ああ、いいですね。ハキーフミ18歳。ハキー18歳のここ開いてますよ。ハキーのここ埋まりました。おい、いつも行くぞ。痛い。すごい。なんだあのドームは。あれの真横にライブハウス。あれ何？ちなみに出雲大社は どの方面かわかりますか？出雲大社どの方面か？雲が漫画みたい。これはなんだ？近づいたが。これはなんだ？かの有名な。ですということで、いつもアポロ初上陸、そしてリハーサルが終わりましてですね、こうして表立ってきているわけなんですが、じゃん、懐かしい、久々すぎるピロピロさんです。イエーイ。
ヒストグラムってね、バンドやってた時に、ね、これ Vlog なんです。あれこれ髪の毛ない？いやいや髪ない。加工じゃないです。別に加工じゃないですよ。加工じゃない。そうですよ。つけときますか髪の毛じゃあ。つけれんだ。すごいな。頑張ってあの加工しますわ。全員おじさんになった気分。ね、あの移住しちゃって横浜からいなくなっちゃって。出雲初めてだろ。出雲は初めて。中華大阪より西側だとよく行くのってどこ？福岡とか行く？山口県とか行きますよ。あ、逆にやん。あの周南か。周南もめっちゃ行ってるし、あとは福岡とかも行ってます。はいはいはい、はい。まあ山陰は飛ばすわな。ちょっとな。すいません。なんで上側ってなかなか行きにくいけん。そうですね。新幹線通ってないし。そうなかなか来れなくて行けなくてツアーでも行けなくて、うんうんうん、でも周南のライズのチームが、はいはいはい、あの今日帯同してくれていて、ああじゃあ音響さんと照明さんがってことか。そうですそうです、あの周南ライズの、はいはいはい、チームなんですけど、す、ね、中国地方これからちょこちょこ来ていただけると、そう盛り上げていくっていうのでこのツアーを組んでくれたんですよ今回、うん、はい、なのでね、でこうやってこのアポロでピロピロさんにあの再会できたら嬉しいです。こちらこそ嬉しいです。本当に何も変わってない、マジで。何にも変わってない。そのままです。マジ楽しい。しかもドラマーだったんだけど今弾き語りでライブしてるそうで超楽しみ、楽しみ、はい、やったー。これは野球場らしい。初めて聞いた。そして見てくれ、現実じゃないみたい。現実じゃないみたいだ。すごくない？スーパーの奥にでかい山。現実じゃないみたいだし、夕日が沈んできて、あっちめっちゃいい感じだ。俺がついてるぜ、俺がついてるぜ。ヤスミンからお土産もろたよ。食べる。食べちゃってくださいよ。乾杯。乾杯。なんだこの、なんだこの変な盛り上がり。動画で撮る。完全にライブ終わってますもん。打ち上げみたいな。こっち。ということで本日からなんとですね、出雲からなんと、チーム。あ、逆か。ライズチーム、ライジングチーム、ライズチーム、周南チームが来てくれてます。いやー、いやー、どこか遠くを見ている。どこか遠くを見ている。遠くを見ている。お世話になってます。こちらがお世話になってます。やったー。今日から2日間、そうやね。一緒に回ってくれます。いや、本当に楽しい。もうめっちゃ楽しみ。頑張れー。行くよー。ありがとうございます。来た。集中。いや、帰ってくる。初アプロ。状態壊れたのかな。打ち上げ会場来たー。カバー。お疲れ様です。はじめましてのバンドと、はじめましての場所か、出雲アプロ、はい。ようこそ来てくださいました。お願いします。ありがとうございます。短めに乾杯。乾杯。よろしくお願いします。アバさん。いい路地ですね。ただいまの時間1時15分ぐらいになるんですが、どこもお店がやってません。いなくなってしまったライズチームと対バンしたみんな探してます。顎で歌ってる、顎で歌うんだよ。泣ける。